一ノ関市立桜町中学校は、1951年、岩手県の最南端一ノ関市の中央部、三世基地内の桜町に創立された公立中学校である。略称は桜中。桜町の地名は、欧州藤原市の時代、桜並木が美しく、大葉の里と呼ばれたことに由来している。この地域は、北上川支流である岩井川の恵みを受け、 古くから農業を営んできたが、幾多の水害にも見舞われてきた。しかし、近年は、堤防工事等により、安全が確保されて宅地化も進んできている。市の関の中心部にある商業、観光庁地域を、学区の西に、南に、関川岡、小沢の住宅団地、そして、北東部小前寺の農業地域を学区としている。保護者は、商業経営、公務員、 会社員が多く、また、学区内には、県立高等学校、私立高等学校があり、文教地域であることから、子女の教育についての関心が高い。生徒は素直で感受性に富み、市の関の中心校としての誇りを持ち、学業、運動、文化面において、日々生き生きと活動を展開している。合唱が盛んな市の関市にあって、 桜中も合唱活動に力を入れてきた伝統がある。全日本合唱コンクールへの参加も県内の中学校では最多を数える。資料深く創造性のある生徒心豊かで思いやりのある生徒健康で明るく気力のある生徒心。全美運動部文化部特設部特別活動部特別活動部とはスイミングスクールやクラブチームなどに所属している。 学生だけが入部できる部活である。情報科学部とはパソコンを使っての活動と水質調査活動のような科学的な活動をする部活動のことである。ありがとうございます。